なんかご質問してくれたら分かる範囲だったら答えるんで。ナンバーワンでどれぐらいもらえるんですか、月。これも店にもよるんですけど、僕らの店で400万ぐらい、業界的には高いぐらいだと思うの。稼ぐやつ、すごいいいやつになったら1000万とかいますよ。年間1億超えとかの、まあ、いそうですよね。いますよ、本当に。まあ、奥が深いなっていうのもやっぱりありますからね。いつぐらいまでやってたの、ここは。ホストを辞めてから8年ぐらいですかね。結構経ちますね。すぐ帰ってきて、もう経つんで。お客さんって、下の年齢と上はどれぐらいまで行くんですか。それだったらもう本当にもう50とかそこら、50ぐらいだったあたりぐらいだったら、不細工なね、もうおばちゃんがね、もうエレベーターのところでもうハグされたりしてるんですよ、はいはいはい、完全にハマってるなみたいな、はいはいはい、ホストの子ってやっぱ20代が多いんですかね、やっぱり。20代とか10代もいますよ。やっぱ50代のおばちゃんとかでも寝るんですか。僕は枕とか絶対嫌だったんでしたことないんですけど、はいはい、枕やってますね、本当に。もうそのおばちゃんとでも、もう寝るっていう風な、付き合うっていうスタイルで、もうつなぎ止めてるっていう形が一番やっぱ多いですね。でも、こう、締めかぶるときとかあるじゃないですか、同じ時間に自分 の、 その付き合ってる女が何人かいたらとか、やばくないですか。なんで、もうヘルプには絶対息を滑らさないように。時にはオラオラっていう姿を見せないと、はい、女の子ってこうときめかないっていう、男の強い部分見せないと。オラ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 言ってるのに、時たま見せる優しさが好きとか、はい、アメとムチですね。そうですそうです。僕本当にびっくりしたのが、エレベーターがこのお客さん来るじゃないですか、はい、じゃあいきなり走っていって飛び蹴りするんですよ。やば、何やねんそれ。いや、飛び蹴りしてお前何しとんやみたいな感じで言って、顔面ももう張り手して、もうそれでもう膝に顔をこう打ちつけたりしてるんですよ。チーフかなんか、読んでこい読んでこい、これやばい、まずいぞ、止めろ止めろとかみんなで、なんとか止めて、その女の子もちょっとキレ気味だったんですよ、すごい。何で僕はこうその女の子がキレてたの、そのホストがキレたのかちょっと僕、ハテナなんですけど、もう帰るわと思ったら、普通に何事もなかったかのように、またの店に入って飲んでるんですよ。やば、こういう性癖なんでしょうね、もう。女の子がなんか、まあ、なんかを多分他のホストのなんかに行ったとか、そんな感じのなんかかもわからないんですけど、ちょっと異常だなとは思いましたね。でホストの人ってやっぱ女の子のこと見るともう金しか見えないですね。本当にもうそうなってきますよね、本当に。やっぱり売れてくるとやっぱりもう金持ってるかなとか、そういう話になってきますね。早く風俗行かんかなとか。服とかあるんですか、風俗か。紹介してスカウトマンと繋がってたらありますよ。ああ、そういうことか。ぶっちゃけなんか申告とかもあんましない感じなんですか。ないでしょうね。そうですよね。僕何店舗か働いてたお店いくつかあるんですけど、その中のお店の一つなんかもうニュースサタになりましたからね。僕テレビつけたらいきなり自分が働いてる店がこうやば出てるんですよ。従業員監禁で、監禁したまあ店長とか、はいはい、一人の役員みたいなのがもう二人捕まったんですけど、やば。なんで監禁しちゃったんですか。多分その男の子がやったらいかん何かをしでかして、それでずっと監禁で、それで逃げ出して警察に飛び込んだんですよ。まあ、その二人捕まりましたね。えぐ。裏の社会の人とかとかやっぱ繋がってんですか。繋がりはあるだろうなと思いますよね。歌舞伎町の中でもタッチしていい場所といけない場所があって、そこのダメな場所でやってるとどっか気を引かれますね。風林会館とかあの辺ですか。風林会館はあの辺りとかやばい、ね、なんか怖そうっすよね。いや、やばいですね。やばいっすよね、なんかね、はい、あるとこう土俵殿に降りていく、はいはい、あの辺りでやってるとやばいことになりますね。そうなの。そうですね、かれますね。素人の人はナンパしたらどうなんですか。ナンパしてたら多分声はかけられると思いますよ。君何やってんのって。はいはいはい、はい、ナンパ師の結構してる知り合いがちょっと聞いた話なんですけど、はい、こうスカウトやってるところでここでするなって言われてるのに無視してやってたみたいなんですよ。あっち系の人が来て車の中入れられて事務所まで連れてかれて、ピラニアの水槽の中にやば顔つけられて出刃包丁持ってこられて、でもうすいませんすいませんって、もうそれでもう謝って事なきを得たとは言ってましたね。その実はナックルとかすごい大げさそうに捉えてるんですけど、ここまであれはやっぱりこうす
ごいなんかそういったところばっかりを強調して載せてるだけだって編集して、まで、もう危ない地域ではないですね。今何やってんすか？僕はあのネットビジネス。フットビジネスやってる。そうです。はい、ネットビジネスかい。ネットを使ってビジネスをやろうとしてるだけ。ああ、なるほど。はい。フリーターですか？そうですね。あ、フリーターでした。